夏ですね。めちゃくちゃ暑いです。もうね、豚はもう飯食うたらあとずっと陰におる。もう基本的に夏はね、豚は陰にいます。見てください。って言うてるそばから陰から出てきてるやつおるけども、若干なんか黒豚の方が動きは活発かなっていうのがあるんですよね。まあ一つはね、まだね、一回りぐらい小さいからっていうのもあるんですけど、もう一個がね、まあ、黒豚もなんですけどね、まあ、中国車特にね、油作る能力結構高いんですよね。まあ、言ったらだからもう背脂が結構ね、つきやすいんで、暑がりなんですよね。もう動いてません。まあ、豚は基本的に汗腺が発達してないんでね。もう暑がりなんで、もう夏はずーっと泥浴びしてます。